ば昨日皆さん LINE 生放送したんですけど見てくれましたか？見てくれましたー。あの、ね、結構いるんだ ね、 ね、昨日はなんとあのソシソはデスティネーションのミュージックビデオが初めてあのフルでね流したんですけども、どうでしたか感想？入った最高です。まあね、あのミュージックビデオのねはね、なんといってもあのプールですよ。プールですよ、しかもそうクリーニング、もうね、やっとクリーニングから入ってきたの。クリーニングから今日は着れなかったんですよ。もうね、ほんとに寒くて、ほんと寒かった。あの、YouTube に上がってるメイキング見てくださった方は分かったんですけど、もう空が泣くほど寒かった。泣いてたんですよ。ほんとに泣いたの、あの人。寒すぎて意味が分からない。え、意味分かんない。なんでそんな寒かったの？え、なんかメリアもこうやって入る瞬間ってすぐじゃないですか。なのになんか、もうその入る水に落ちるまでの時間がすごい長く感じて、なんか、あ、今からメリア落ちるんだ。あ、そういうんだろうな、みたいな。でもさ、スローになったよね、ジャンプした時にね。もうね、ほんとに寒かった。ほんとに、ああいう極限に。でも入ったら、入ったで、あの水の中の温度の方が温かかったから私はずっと水の中にいました。違うの、この人ね、本当におかしくて、みんながなんか普通にね立って、あのここぐらいまでだったから水がで、ここは風が吹き荒れてるわけ、上がね、もう上半身っていうか、なのになんか普通にいても寒いの、本当にここぐらいまで行かないと寒いのに、この人平気でクロールしてたから、この人はバカなんじゃないかと思って。ました本当にすごい、もう本当に寒かった。右が常にここから手を離さないから、まあ、大丈夫だよでもなんかしばらくしてさ、なんか全員なんか一回ちょっと上がりましょうってなって上がって、でもこの人が一人でずっと入ってて、でなんかちょっとずつなんか入っていったんですよ、みんななんかもう一回泳ぎたいかも、平気みたいな、平気になってきたかもしれないって、で入っていって最後にミキちゃんだけ残って、え、みんなバカじゃないの？だったりとか、あとロックな感じもありつつ、まあ、かなりキャッチーで、まあ、フェアリーズの曲にはなかったような曲になっているので、新しいフェアリーズが見れるんじゃないかなというふうに思っております。多分もうね、ここにいる人たちは、まあ、あのほぼ全員きっともう見たと思うんですけど、曲聴いたりとか、皆さんどうですか、この今回のこの曲。めっちゃ盛り上がるんですよ。いや、びっくりした。やばい、なんかメリア聖徳大使の気分。わかるわかる、すごいね、今の、ね、今ちょっと聞き取れたもん、うん、そうかも、確かにね。めっちゃ盛り上がるし、元気しようだしね。そうだね、元気最高。はい、なんだろう。そうかもってね、聖徳大使っていうことかな。あ、そういうこと。じゃあね、ミリアのことはね、今回からね、聖徳大使というふうに呼んでます。何が違うんだよ。どうすんの、ミリアがさ、はい、聖徳大使です、みたいな。大使の大使。じゃあもうあれだね、姫は終わりだ。いやいや、聖徳大使。え、あれ、聖徳大使、姫だよ、聖徳。え、男だよ、ちょっと。だって関西が分かった、関西違うんじゃない？関西は
バカっぷりが発揮されるところがあるんで、早速でも曲に行きたいと思います。はい、